わりくらいから今までだから4年半とか5年ぐらいかな、ニコモをやらせてもらったんですけど、ちっちゃい時からモデルになりたいなと思ってたし、楽しもうとだけ思ってて、なんかもちろん撮影も楽しかったし、おしゃれとかメイクも好きだったから、それを勉強できて楽しかったこともあったけど、まあ、なんかやっぱり 中3になってからいろいろイメモの話とか、まあ、いろいろそういう、なんていうか、今後のことを考えなきゃいけなかったりして、なんか自分のモデルに対しての思いが強くなって、そういうことに、なんていうか、ニコラの中だけじゃなくてモデルとして人としてどうしていくかっていうのをすごくなんか直接言われたわけではないけど、なんかいろんな編集部さんとかスタッフさんとかから教えてもらえたなと思って、中学3年から今まではすごい自分の中でも成長したなと思えるぐらい成長できたかなと思っていて、なのでニコラはやっぱりなんか絶対に忘れられない存在だなと思うし、人として成長させてくれたことにすごく感謝をしたいです。4年半ぐらい、長いようで本当に短かったんですけど、最初の頃は全然可愛くもなかった私を、なんかみんながすごい応援してくれたり、ファンレとかでこのページのリリちゃんすごい好きだったって言ってくれたりするのがすごくたくさんみんなが言ってくれたから、私も頑張れたし、みんなにも支えられたなと思うことがたくさんあるので、これからはニコラは卒業してしまうけど、みんなにもちゃんと恩返しができるようにこれからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。私小学校6年生の時にニコラモデルになったんですけど、今高校1年生ですごいあっという間だなっていうのが一番思うことで、でもやっぱりニコラモデルになれてよかったなって思っています。なんか結構うまくいかないこととかもたくさんあったし、もっとこの時こうすればよかったとかもたくさんあったんですけど、なんか後悔ばっかりなんですけど、でも本当にこの時間は大切な時間だったなと思っています。いつも応援をありがとうございます。 Twitter やインスタなどの SNS でのコメントとかもすごい嬉しいし、ファンレター書いてくれるのも全部見てます。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげで、皆さんに支えられてここまでやってこれました。皆さん本当にありがとうございました。振り返ってから、でも私は事務所オーディションだったんですけど、だからみんなとちょっと違うスタートで、だからこそなんかいろいろと緊張とかもしてたりして、最初の方はもう本当に時間を無駄にしたなって思ってたんですけど、後半からちゃんと頑張って自分の経験の糧にこの仕事をできたかなって思うので、本当に楽しかったし良かったなって思います。1、2、3年間2年半ぐらい2年半、応援ありがとうございました。応援ありがとうございました。最初は本当に自分に自信がなさすぎて、でもここまでこうやって続けてくれたのは本当にずっと応援してくれた皆さんだったりとか、新しく応援してくださった皆さんのおかげです。本当に YouTube 見てくれてありがとうございます。これからも私は卒業してもちゃんと活動を続けるので、応援よろしくお願いします。バイバイ。楽しかったです。なんかなんだろう、大阪から東京まで来てる、 いつも来てるので、最初ニコモになった当初は新幹線に一人で乗るみたいな不安とか、なんか電車に乗る、一人で乗るっていう、携帯とかも持ってなかったから、どうやって行くのみたいな、コピーして電車のやつコピーして見ながら行くみたいな、でも漢字も読めないからみたいな、本当にそういう、なんて言うんだろう、大変なことを乗り越えてきて今ここまで来て、あっという間でした。最初人見知りだったんで、あんまりこうなんて言うんだろう、ニコモに対しておはようございますだったりとか声かけがちょっとできなかった自分がいて、人見知りが克服できたっていうのがまず自分のなんかなんだろう、
一番大きな変わったところかなって思いました。今まで応援してくださった皆さんありがとうございました。なんかなんだろう、そうですね、イベントだったりとか、なんか何かあるたびに SNS 更新したりだとか、そんな時にコメントとかメッセージとか応援の言葉とかをたくさんかけてくれて、本当に心の支えにもなったし、なんだろう、めっちゃ助けられました。辛い時とかテスト前とかなのに撮影があったりとかした時とかも、やばいってなっちゃう時もあったけど、そういうコメントとかを見て頑張ったらみんなが喜んでくれるんじゃないかなって思いながら毎日日々撮影を頑張ってました。本当に本当にありがとうございました。みんな大好きです。これからもニコラと私をよろしくお願いします。バイバイ。痛いね。最後3枚、せーの、ニコラー、はい、せーの、ニコラー、ラスト、せーの、ニコラー、いいっしょ、いいよ、オーケー。お疲れ様です、アルミです。私がまだニコモになる前はもう本当に自分一人で何もできなかった、あ、でも今も全然できないんですけど、できなかったし、そこら辺でもうキャーって言って暴れてるただの女の子だったんですけど、辛い思いとかも悔しい思いとかも経験しながら、こうやってニコモとはしゃいだり、みんなから応援してくださったりして、ここまで頑張ってこれたなと思います。いや、もう伝えきれないです。なんかたくさんメッセージをくれたり、お手紙をくれたり、まあ、言葉では表せないかも、言葉では伝えてないかもしれないけど、心の中ですごい応援してくれてたりした子にもう本当に感謝してもしきれないです。こんな私こんな私に本当に応援してくれてありがとうございます。バイバイ。ちょっと黒坂が走ってきました。いっぱいありすぎる。でも最初の最終テスト、ニコラのその時にジャンプしてって言われた時は、もともとバレーボールやっててジャンプしすぎて顔見切れるみたいなのはすごい覚えてて、落ちたなとか思ってました、その時は。でもニコモになることができて、ニコ学とかもすごい寒い中、初めてのニコ学だったんですけどやったりとか、あとバレンタイン企画とかで新聞一人だったんですけど、なんか1位を取らせていただいたりとかして、もう本当に
でも私はそこの企画ですごいニコラでのキャラも決まってくることができたし、なんか本当企画がなかったら私はこうやってモテとかできなかったなって思いました。あとは滝修行です。めっちゃ思い出残ってます。頭3日間くらい痛かったです。はい、本当にありがとうございました。私はなんか痩せたくてもなかなか痩せれなかったりとか、あんまりニコラに出れないことが多くて、その代わりアンケートとか SNS とか編集部さんになんかアピールしたりとか頑張ってたんですけど、なんかそれでもなかなかうまく出れないことが多かった時に、なんかファンのみんなのコメントとかファンレターとかを読んで本当に力をもらったし、本当に嬉しかったです。本当にみんながいなかったら私はなんかなんだろう、これ笑顔で過ごせてないなって思います。ありがとうございました。ニコラに入ってから3年経つんですけど、なんだろう、もう自分の青春を全部ニコラで過ごしてきてるので、青春の期間だから思い出ももちろん詰まってるし、ニコラを卒業してからの残りのこの高校2年生3年生がちょっと想像できないなっていうのがあります。やっぱりそれくらいニコラは私の生活の中ですごく大きい存在で、土日にこうやって全国から集まったニコモたちに会えるのもやっぱり普通だったらできていない体験なので、やっぱりニコモになれてよかったなって思います。あとは思い出がたくさんあって、たくさん幸せなことがあって、たくさん笑ってきたので、そういうニコラに対してはもう幸せの象徴って感じ。ニコラ今ニコモとしてやっていて、ニコプチから応援してくれていることからもう多分5、6年になると思うんですけど、長い時間私を応援してくれてまずありがとうございます。私自身いろんな心情の変化とかもあって、楽しかったこと、辛かったこと、いろんなことがあったんですけど、ずっとずっとニコドクのみんなに支えられてきたので本当にありがとうございます。私は卒業するけど、今までのニコラとかこれからのニコラとかずっと変わらずにニコラはあるので、みんなで一緒に応援していきましょう。長い時間ありがとうございました。Ha ha ha!